おはようございます。 AM テクニカル分析です。 Forex TV ジャパンの小原がお送りします。朝のこの時間はチャートを使ったテクニカル分析で、前日の値動きの復習と今日の東京マーケットの動きを予測します。それではアセンダントの山中さん、よろしくお願いいたします。おはようございます。ユーロドルの統制が、止まりません。昨日は東京ロンドンの時間はですね、底堅いながらも、高値圏での揉み合いを続けていたわけなんですけれども、ニューヨーク市場に入ってから再び買いが強まり、1.4440 レベルの高値をつけ、ほぼ高値圏でそのままクローズというような状況です。形としてはですね、非常に強いんですけれども、その勢いがあまりにも急すぎるという印象が否めないことも、確かだと思います。昨日の段階でですね、スピードが速いというようなことは言ったんですけれども、その昨日の高値からもすでに300ポイント上昇ということで、かなり激しい勢いが続いているというふうに言えるかと思います。ただ上昇トレンドにありますので、流れに逆らってユーロ売りドル買いをするということはできませんけれども、買いで攻めている場合でも、突然ですね、そのはしごが外れるっていうんでしょうか、急に下げるということもあるかもしれませんので、注文の管理には十二分に注意する必要があります。1.44 台という水準なんですけれども、この水準が9月ちょうど30日につけた水準で、9月の高値というのが1.4867 レベルと、ここ数日ぐらい前ですと、1.4867 レベルというのはかなり遠い距離という印象もあったんですけれども、現状ではですね、そこまで一気に上昇することはさすがにないと思うものの、すでに大きく予想を超える動きになってきてますので、場合によっては、1.4867 レベルという近い水準までいくということも、考えておく必要があると思います。ですから、その下げる場合、戻しにしてもですね、ここからさらに続投する場合にしても、大きな動きということには、十分に、気をつける必要があるのではないかと思います。今日は昨日の東京時間の高値、1.4192 なんですけども、その辺ですね、1.4190 レベル、サポートとしては1.4190レベル、レジスタンスとしては1.4550レベルというところを考えておきたいと思っております。以上です。山中さん、ありがとうございました。以上、AM テクニカル分析を終わります。次の放送は午後の FX フラッシュです。 Forex TV ジャパンの小原がお送りしました。